来ました。サイロです。サイロどうしようか。はい、すごいね、田舎の方まで来ました。オーストラリアメルボルンから4時間ぐらいのとこですけども、サイロ、サイロというと日本だったら北海道で見るようなね、ものなんですけども、こちらのオーストラリアの田舎の方にはサイロアートということでね、こういうのがあります。で、ここがねインフォメーションなんですけども、メルボルンはこっちのねかなり下の方からずっとこうね北上してきたところ、ここのミジューラというところまでメルボルンから6時間かかるんですけど、はい、今ねここ、ホーシャムまでだいたい4時間ぐらいかな。はい、今ここのねストーウェルっていうところでキャンプしてて、いつも私が行くのはねこのグランピアンズというところによく行くんですけど、ここがね有名なホールズギャップというところです。で、今ねここにいます。はい、そしてこちらの方にねいろんなパンフレットとかね観光案内があるんですけども、はい、中にはね、こういうヘリコプター乗りませんかとかね、いろんなのがあります。はい、そしてこちらの方に説明文があるんですけど、はい、どうやってこのアートを描いたかっていうね説明文があります。はい、本当のね写真のような感じです。はい、それが、はい、こちらの方になってます。誰もいない。はい、こちらのサイロアート、かなりね規模が大きいです。はい、こちらの方にどういう風にして、ペイントしたのか説明が出ています。はい、そしてこちらに来た人が、記帳していくためのね、ビジターズブックっていうのがここにあります。はい、そして 3D でね再度見れるのかな、なんかこういう案内が出てます。はい、そしてこちらの方にはこんな感じでバーコードがね出てます。はい、これがね多分おそらく次に見たいサイロがこれと思います。 GPS ナビゲーションではねこれのようです。はい、ここから、人のいるね小さな町なので、ここから60キロにスピードを落としてくださいと書いてあります。はい、ありました。やっぱりこれですね。はい、この建物です。はい、見るでしょうか。